新米雑液夫は1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で主演、監督はチャールズ・チャップリン。1971年に映画研究家のアスプランドが制定したチャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけばチャップリンの映画出演27作目にあたる。別放題は新米用務員。 チャーリーは、とある会社の心理用務員。ある時、チャーリーは支配人が、ギャンブルで使い込んだ、文の補填をするため、オフィスの金庫にある金を引き出そうとチャーリーを抱き込みに、かかる。チャーリーは、窓の外にいた社長に対して、バケツの水をぶっかけ、その隙に秘書が、金庫から金を引き出す。チャーリーは支配人に拳銃を突きつけた角で逮捕、されるが、社長が、 支配人の悪だくみに気がついてチャーリーは逆に称賛される。前作、両夫婦から、わずか17日後に公開された作品であるが、チャップリンの伝記を表した、映画視野のデイビッド・ロビンソンは、チャップリンが、この17日の間に何らかの、しかし飛躍的な進歩を遂げているとする。大筋では喜劇であるものの、その中には、ドラマありサスペンスありの感情的な要素であるとか、 編集によって作品により強い力感を持たせている点、さらにはギャグの配置や小道具の使い方一つなど広範囲にわたって相対的に成熟ぶりが増していると結論付けている。エトセトラ1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く。ありがとうございます。